で面白いのに集中力がめちゃくちゃ鍛えられるんですよ。アームヒーロー近田敦です。モジュ坂本秀隆です。アームジャンキー吉岡関です。エステート長谷川です。アームレスリングトレーナー久保です。久保さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のトレーニングはてってりー、ジェンガです。何ですかこれ。わかりません。これで面白いのに集中力がめちゃくちゃ鍛えられるんですよ。アームレスリングって集中力大事っすよね。そうですね、集中力なければ倒されちゃいますし、そうですね、集中力があれば勝てない相手の勝てたりするじゃないですか。そうですね。それをこれで鍛えるんです。じゃあ、2さんが、はい、はい、これダメなんだ。これいい。あ、大丈夫です。太いからな、指が。ちゃうちゃう。アウトまさかのまさかのそれでは、ちょっと練習ね。練習ね。練習ね。レディーゴー。これ無理っす。無理っす。それは今全部動いてた。それは無理っすね。無理なんですね。はい、絶対無理なところがあるので。あるんだよね。見て判断してるもんね。見て判断。斬新ですね。やはり触らないって。そう、触らない。さすがっすね。しかも指が太い。こっちの手使っていいの？右手だけ。右手だけ。右手だったら右手だけ。左手だったら左手だけ。はい。で、上に乗せていただくと。素晴らしい。結構。じゃあ俺、はい、集中しますね。集中してください。はい。集中力ですよ、集中力。優しく、丁寧に、慎重に。これ肘ついちゃっていいの？いいです、いいです。スピーディーに。スピーディーに？スッと、スッと。触れてるのか触れてないのかわからないと。お、素晴らしい。集中して。雑まだ触ってないから。もうすでに雑だ。この人って雑この人、本当すでに雑あそうですね、そこで。はい。おー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 、はい。かぼちゃ。何か動いた。怖い。怖い。そこが動いた。さっと寝ちゃうんじゃない。そういうもんじゃない。そういうものでは。おお。おお。そういうものでした。ああ、よかった。これでも。おお。あ、知ってますね。知ってる。なんか知ってる感じだ。経験者。腕が太い。指も太い。アームレスラーがやるべきし、競技というかゲームじゃないかもしれない。でも集中力だね。そうっすね。なかなか。先生が、ね、今揺れてる。全然動かないよ。全然動かないよ。全然動かないよ。こんなの動くな。あ、そう。動いた、動いた。あ、よかった。これいけそう。はい、素晴らしい。いいですね。勝負に耐えようかな。あー、すごい。仕掛けるんですか？次の仕掛けるよ。おお、おお、やらしいとこ行きましたね。やべえ、震えてる、震えてる。はい、揺れてる。
揺れてますよ。自分の心も揺れてますよ。ぶね。素晴らしい。もう素晴らしい。さすがですね。仕事が生きてますね。死ぬね。吉田さん。吉田くん。吉田くん。仕事が生きてます。おい、ワイルドだったよ。めちゃ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 シュールなシュールな絵になっちゃうんですよね、これね、なんかね、熊さん攻めて、熊さん攻めて、素晴らしい。余韻がすごい。やべえなこれ。やべえな。やべえな。やばいやばいやばい。そうですね。あ、そういうこと。おお。おえ。それができないんだよな。俺指が太すぎて。ちょん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 が。ちょん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 。あ、こっちか。やべえ、動いてる。これが崩すパターンになんか雰囲気になってるからなってるけど、あちょっと全身疲れてるときは休めていただいて、こういうので集中力を鍛えてもらう。集中力、はい、なんか企業案件とかね、なんかそうですけど、そうです、違いますからね。これ次回ってきたらもうこれもやばいと思ってた。ちょっとね、あれ最初からやばいと思ってた。最初からやばいと思ってた。